アトラスでの日々は海兵隊とはまるで違ったが、不満はなかった。人質の命が危ぶまれる中、アトラスが速やかに突入し救出しました。傑作ですね、ボス。いつ俳優になったんすか。何言ってる。お前の田舎と違って都会では前歯があるっていうだけではな、俳優にはなれん。そういうことを言うなら俺だって。うん、マジかよ。どんなもんです。運が良かった。 KVA は力をつけてる。助けた男はどうなったんですか。社長が連れて行った。かまわんさ。まったく派手にやったもんだ。ああ、かまわん。楽にしたまえ。社長、どうかされましたか。私も一杯もらおうか。もちろんです。ではこちらで。こんな格言がある。息子同然に扱った配下の兵士は深き谷底まで突き従う。息子を亡くし、過ぎた時間は戻らないことを思い知った。だから伝えるべき言葉はすぐに伝えたい。素晴らしい活躍だった。これで今後我が社はさらに成長できるだろう。感謝する。心より君たちに乾杯。いい気分だった。だがギデオンの言った通り、今回は運に助けられた。 KVA は日に日に力をつけ、とてつもない野望を膨らませていた。全人類に次ぐ、お前たちはテクノロジーの庇護に隠れ続けている。テクノロジーはガンでしかない。私がここにいるのはお前たちをこの病魔より解放し、世界を再び自然な状態へと戻すためだ。このハデスこそがお前たちの救世主だ。アレス2、目標を目視確認せよ。応答願う。全員見てるか。KVA が原子炉でメルトダウンを引き起こすとの情報を入手した。南側の庭より侵入し、下を目指す。制御室が最終目標地点だ。位置につけ。グラボ、やっと来たか。落ちた。アルファが手こずって。
合流して目標地点に向かう。はい、行くぞ。消し寄せ。ブーストジャンプを使え。ミッチェル、 MCD を盾にして応戦しろ。ドローンの後ろに隠れろ。タレットオペレーター、ズールがダウン。ズールがダウン。誰かそいつを操作しろ。ドローンのオペレーターがやられた。オペレーターがダウン。足を止めるな。がタイタンを持ってきやがった。了解した。近くにランチャーを確認している。ミッツ、ランチャーを起用ってタイタンを排除しろ。システム搭載かよ。もう一度撃て。弾薬箱があるぞ。了解だ。急いで向かう。制御室に向かうぞ。急げ。民間人に気をつけるんだ。エレベーターシャフトからアクセス可能。了解。ドアを開けるぞ。
心の温度が上昇中。やばい知らせだよな。数値は低下しているが機能中。ならまだいける。ひでえありさまだ。急ぐぞ。どっちだ。右だ。近道だが少々厄介だ。離れるなよ。300m。 了解。今原子炉室で敵と交戦中。了解。エレベーターについて。一つ上の階に上がれ。ミチェル、ボタンを押せ。扉の前にカバーを展開しろ。了解。ミチェル、アサルトドローンを使え。通路に出口がある。はあ、上の通路だ。行くぞ。
全然聞こえません。足を止めるな。あと少しだ。仕掛けやがったんだ。コンソールは機能してる。診断プログラムを実行しろ。コンソールを使え。プロフェット、見えてるか。ああ、映像は受信中だ。よし、炉心の…水位が下がってる。ベント用ラインが切断された。ボス、さっきのは問題なかった。何とかする。炉心温度が高すぎる。離脱せよ。ボス大丈夫だ。危機レベル7、現場から撤退せよ。くそ。わかった。ブラボー、作戦は中止だ。撤退。エッジェル来い。早く乗れ。